皆さんこんにちは、私は相川和則と言います。国際科では、留学生の方には奨学金、そして日本人の方には、留学相談を行っています。岩手県出身で、岩手大学の出身です。好きな食べ物は、岩手大学の生協で提供している焼きカレーが大好きです。あとは、岩手で好きな場所については、盛岡市の盛岡城跡公園の近くにある桜山神社が好きです。とても綺麗な神社なので、ぜひ行ってみてください。あとは、写真撮影が趣味です。岩手大学の中、キャンパスの写真を撮ることがとても好きです。岩手大学国際交流の Facebook や Instagram で私の写真も掲載されているので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。 Hello, I'm Kazunori Aikawa. I'm responsible for scholarship granting and study abroad advising.And my, I like photography, and my picture is, will be posted on the Facebook and Instagram accounts of Iwate University International. So please check it out. And I'm looking forward to seeing you in the office. こんにちは、小田切美代子です。私のお仕事は留学生さんのチューターさんに関することや、住宅契約のことなど事務の仕事をしています。出身地は北海道生まれ愛知県育ちで、卒業したのは、オレゴン大学というアメリカの大学です。好きな食べ物は甘いものなんですが、少し我慢をしています。それとパンがとても好きです。岩手で好きな場所はたくさんあるんですが、特に、小祝農場に行く途中の木の生えたすごく美しい道路があります。あそこが好きです。Hello, my name is Miyoko Odagiri. My main job is an administrative job regarding tutor related work forinternational students. I was born in Hokkaido, Japan, and grew up in Aichi Prefecture. I was graduated from the University of Oregon in America. My favorite food is something sweet and breads.And there are a lot of beautiful places in Iwate, especially the road surrounded by woods on the way to Koiwai Farm. Thank you. はい、国際科の山根康介です。担当している仕事は国費留学生のことや、交換留学生の受け入れ手続きがメインです。出身は岡山県です。好きな食べ物はハンバーグ、ラーメン、あとビールです。岩手で好きな場所は高松の池です。高松の池には、たくさんのカモや白鳥が来たり、春にはたくさんの桜が咲いてます。とても素敵な場所です。 I am Kosuke Yamane. I'm in charge of mixed scholarship and、short term exchange student. よろしくお願いします。皆さんこんにちは。新しく岩手大学に入学した皆さん、ようこそ岩手大学へ。私の名前は村山香織と言います。出身は、岩手県、今住んでいるところも岩手県、盛岡の端の方、岩手町というところの近くに住んでいます。私の好きな食べ物は、麺類が大好きです。うどんとかそばとかラーメンとか、パスタも好きです。ベトナムのフォーも好きです。パッタイとかも大好きです。皆さんの国の美味しい麺料理があったらぜひ教えてください。私が国際科で担当しているお仕事、いろいろありますが、主なものは私費の留学生の皆さんの奨学金、
国際交流会館や学生寮、あとアパートを借りたい皆さんのサポートもしています。ビザを更新したい時の書類の作成なども担当していますので、何か質問があったら、気軽に国際課に来てください。最後に私のおすすめポイント、盛岡のあたりでおすすめのポイントは、ちょっと遠いんですが沼区内というところにある道の駅、とてもおすすめです。6月とか7月になると綺麗なラベンダー畑がありますし、産直では美味しい新鮮な野菜を安く買うことができます。彫刻がたくさん展示してある美術館もありますので、ぜひ行ってみてください。ありがとうございます。Hi everyone! Welcome to Iwate University! My name is Kaori Murayama. I was born and raised here in Iwate near Morioka City. My favorite food is noodles. I like udon, soba, buckwheat noodles, ramen, spaghetti.I also like pho from Vietnam, and I love pad thai too. I take care of scholarships for privately financed international students and international house and dormitories. My favorite.Place around Morioka is Michinoeki in Numakunai. Michinoeki is like a farmer's market. You can enjoy beautiful lavender field around June and July. You can shop fresh vegetables from local farmers in summer. There's a nice museum next to the Michinoeki.So you can see many sculptures too. If you get a chance, please visit Michinoeki in Numakunai. Thank you. 皆さんこんにちは。国際課で事務補佐員をしてます、リュウチヒです。盛岡生まれの盛岡育ち、大学はアメリカの南カリフォルニア大学 USC の出身です。皆さん盛岡の 三大麺ご存知ですか？私はその中で冷麺が一番好きです。そして、上野橋町の方にはたくさん素敵なカフェがあります。ぜひ行ってみてください。国際課では窓口業務を主に担当しております。何か心配事などありましたらいつでも来てください。お待ちしてます。 Hello everybody, my name is ChihiI'm working at the international office. I'm here to help you guys. So if you have any question, problems, please come to the international office. Bye! 皆さん、こんにちは。国際課のサイです。中国出身です。元岩手大学留学生で、今は国際課で、協定大学との交流の仕事などをしています。海外に留学に行きたい、特に中国とか韓国に、行きたい学生のサポートもしていますので、留学したい皆さん、ぜひ国際課に来てください。待ってます。ハロー皆さん、 My name is Tsui. I'm from China. I work at international office. My hobby is Japaneseflower arrangement, ikebana. If you are interested in ikebana, please tell me. 大家好，我叫崔华月，我在岩手大学国际科工作，主要负责与海外大学的合作交流业务。来日本呢已经20年了，我非常喜欢岩手的生活。岩手呢。一年四季非常的分明，像现在是春天，到处都是樱花，
夏天的话呢，我们这边也不是特别热，非常的舒适。秋天呢，周围的山上的红叶也非常漂亮。还有冬天，你可以去滑雪。如果你现在是我们岩手大学的留学生，如果你在学习还有生活上遇到困难，希望你到国际科来找我，希望你跟我咨询。今后呢，想到岩手大学来留学的同学呢，希望用邮件跟我们联系，用中文、英文、日文都可以，我们会用邮件跟你联系，希望呢今后呢在岩手大学跟你见面。谢谢大家。こんにちは、国際課の越田と言います。仕事の内容は予算とか、会議とか協定とかを担当しています。好きな食べ物は果物です。岩手で好きな場所は大学の近くにある高松の池です。岩手は自然がいっぱいありますので、ぜひ、いろんな場所に出かけてみてください。国際課では窓口から席が一番遠くにありますので、あまり窓口に立つことはありませんが、国際課のみんなは優しい人が多いので、困ったことがあったらぜひ相談しに来てください。 Please come to international office。 皆さんこんにちは。国際課長の八重樫隆と言います。これから簡単に私の自己紹介を行います。私は盛岡から南に約50キロの北上というところの出身です。北上といえば今の季節、桜が綺麗なところです。ぜひ行ってみてください。展勝地は桜の丘にも終わってからもツツジの花が楽しめますので、ぜひ行ってみてください。それからおすすめの、メニューとしては北上コロッケというものもおすすめです。ぜひ行ってみてくださいね。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。Please come to the international office. 待ってます。皆さんこんにちは。私は山下千佳と言います。私の仕事の内容は留学生に関わるところだと、留学生と地域の皆さんが交流できるようなイベントのオーガナイズや、あとはフィールドツアーですね。今年は皆さんと一緒に、秋田の角館、田沢湖に行きたいと思っています。出身は岩手県です。出身の大学は皆さんと同じ岩手大学です。好きな食べ物は和菓子です。皆さん和菓子好きですか？あんことかお団子です。私は和菓子が大好きなのでお茶も習っています。もし興味のある人は、私のところに来てください。岩手でおすすめの場所は盛岡市動物公園です。私は動物が大好きなんですが、盛岡市の動物公園にはいろいろな動物がいます。特にも好きなのはミーアキャットです。最近カピバラさんもいるようなので行ってみたいと思っています。皆さんも岩手を楽しんでください。 Hi again, I'm Chika Yamashita. I'm working in the international office. I'm in charge of coordinating some events for international students to communicate with local people. And alsofield tour, for example, to the Akita Prefecture, Kakunodate. There are a lot of some like old houses, which is so beautiful in spring. I hope you will enjoy your life in Iwate. Bye!